皆さんこんにちは、ポケモンサーム第7世代の WCS レートやっていきたいと思います。前回の動画の2試合目で同じ6体の並び、この6体の並びにあたって相手は地面ジェットガブリアス、こだわりメガネカップコケコ、放電入り、ウィンディがテラス機入ってるけど燃え尽きる採用の炎タイプの技、燃え尽きる採用のウィンディ、そんな感じでパーティーに当たって負けちゃって、同じ6体の並びに負けるのは多分このパーティー使い始めてからは、まあ初めての経験だったから、そうですね、同じ並びに負けるのは型は違いますけど、まあなんというか学ぶべきものがいろいろあるんかなってところで、ちょっと自分のパーティーも型変更を検討したいところになりますけども、ウィンキーの熱風と燃え尽きるの選択に関してはすごい考えに考えた末に、燃え尽きるよりも熱風の方がいい、追加効果があるしダブルダメージで両方に殴れるし、交代読みの負荷が減るっていうのがあるんですよね。個人的に燃え尽きる守られるよりも熱風どっちかに当たってってのがいいかなってのがあって、まああと炎タイプが消えるっていうのがメリットに感じる人もいるけど、炎タイプが消えると炎タイプの耐性、炎タイプ半減とか呪物がなくなってよろしくないかなってのがありまして、燃え尽きるじゃなくて熱風を採用してるんですけど、ガブリアスも地面デッドガブリアスを使った上で突撃直撃ガブリアスの方が自分には馴染んでるかなと思ってこれを使ってるんですよ。ずっと地面デッドガブリアスに完封されるとね、ちょっと考えちゃいますね。そんなこんなで今日のレートやっていきます。まあ、ジャパンカップ近づいてくると、レーティングバトルであんまり目立って構築バレるのも良くないってことで、なんか、なんだろう、いわゆる脳ある鷹は爪を隠すじゃないですけど、もちろんいくらでも構築用意できる、本当にすげえ人は、全然レーティングバトルで上位入って、さらにジャパンカップも勝ち抜くってこともできると思うんですけど、なかなか構築何個も用意できないし、そんな、情報バレた上で戦っても勝てるほど、自信がないって人はやっぱり直前のジャパンカップ直前のレーティングではいろいろ構築隠したり、あんまり上位入って目立たないようにしたりとか、そういう工夫があったりするのかなって話は聞きますけど、今年はどうなるかってところですね。まあ非公式全国大会 WCS ルールの大会のバトルロードグレーリアもあって、それの全国大会上位入賞者とかも当然ジャパンカップ参加してくると思うんで、そういう人たちにも負けないように頑張らなきゃってところですね。21勝7敗だから、まあ、勝率 75% というところで、まあ、ジャパンカップって本当少ない制限、対戦数制限の中でレートを上げなきゃいけないから、勝率というか負けないことが大事だけど、負けない中でも自分よりレートの低い人には負けないこと、勝つときはできるだけ高い人から勝つこと、それが大事になってくるんですけど、まあ、そんな意図してできることじゃないから、まあですね、東京都もフェラガモさんレート1826、まあ、5体かぶりなんだけど、やりたいスタンスは一緒かな。相手もスイッチ取れるですよね、これ。ギガイアスがいるから。ウィンディポリゴン2鉄火具屋、ギガですかな、これでいきます。僕のパーティーのガブリアスの場所が、まあ、カプテテフに変わった感じのパーティーなんですよね、相手。フェラーガモさん、対戦よろしくお願いします。
装置の選出はウィンディポリゴン2、相手の選出はカプテテフポリゴン2、特性の発動順見る、相手のテテフの方が速い、でスパー Z がちょっと怖いですよね、これだと。ただトリックでも貼った場合ギガヤスが出てくるのが怖いから、ウィンディを鉄火弁に変えながら、こっちのポリゴン2は毒毒を相手のポリゴン2に、僕のウィンディの方が相手の手手振り早かったら先にバークアウト打つっていうことも考えるんですけど、そうじゃないから、最近でウィンディフォークを殴ってきた、ドクドクは相手のポリゴン2に決める、相手のポリゴン2はドクドク外れた、これはラッキーなんですけど、カプテテフがメガネなのかな、素直に居座るとは思えないよね、ヤドリギを打つかな、カプテテフ方向に、鉄火チェンジもあり得るけど、ヘビーボンバーテテフに打って通るとは思えないし、ヤドリギはポリゴン方向を打ちながら、ポリゴン2はドクドクをテテフ方向、ポリゴン2がウィンディチェンジ、あそれで耐える方向方針か、いけ、毒毒を手で踏み入る入れる形になった、ウィンディがこだわりハチマキか違う持ち物か分からない状況、ポリゴン2が死ぬときついかな、ヘビーボンバーって手振りにしながらポリゴン2をウィンディチェンジ、1回は最近は切れるからっていうので、相手のウィンディの炎技は耐える前提で動きます、え、何それは、テラスティエ最近飛ぶ、飛ばないと思うんだけど、うわぁ消したかよ、マジかよマジかよ、それはきつい、ポリゴン2だと守れないからな、ギガヤス出します、一応もう一回照らして最高記念作る可能性があるから守ってしのぐタクもあるんだけど、
ヘビーバンバーでデホーク落ちながらギガイアさん守る。ウィンディが引っ込んでギガイアス。ポリゴン2。ああ、この並びで特攻があるか。ここやっぱ強引に殴るべきだったか。素直に相手が、レート隊からいて相手が素直に動いて、殴ってくるわけないよな、同じ技で。ヤドリギをギガイアスに押しながら、こっちのギガイアスは、イワゼット相手のポリゴンに。相手のカプテーションのメガネサイコキネスがこっちのポリゴン2が乱数で耐えるかどうか怪しいところ、どう考えるか。でっかく山を倒れかったか。霊火を1回打ってきたってことは確定で倒すためにでっかく山を多分こうしたと思うんですよね。しかも地面Z なんやけど、これ岩 Z じゃねえし、マジかよそれ、マジかよ。自信入れてるギガイアスなのか。もう最近あの磁場コイルとかいるから確かにその技は強いと思うけど、地震採用のギガイアスの場合ってワイドガード切ってんのかな、ストーンエッジかヨナダのどっちか切ってんのかな。カプテテフ最近でポリゴン殴り倒そうって言われるですよね。これは乱数ダエとかしねえかな。ヘビーボンバーを手手踏み、ポリゴン2は耐える予定で自己再生。耐えてください。お祈りする。耐えない。技回避とかいろいろしないと無理だな。ウィンディーこの技持ってないなんてありえないだろうし、特殊ウィンディだったらワンチャン。いやでも無理だな。ギガイアスの岩などでシングルダメージ。ウィンディがフレアドライブ持ってたらほぼほぼ無理だけど、特殊ウィンディだったらワンチャンある程度。サポート型ウィンディで、この技がしょぼいとか、火力、努力値されてないとか、そんだったらワンチャンあるくらい。フレアドラだったらほぼほぼ無理。ほぼほぼ無理。ほぼほぼ無理。あー、呪い、どういう技構成かな、これ。呪い、地震、岩なだれ、守るがない?そんなことある。こういう動きするってことはウィンディがこだわりハチマキじゃないから、ワンチャンフレアドライブ耐えられても不利な盤面にならないように火力上げといたみたいな、そんな感じなんですよね。
岩流れを外すリスクがあるから。ハチマチウィンディだったら確定でフレドラで飛ばせるんですけど、ハチマチじゃなければ耐える何数台ぐらいなんで、あと岩技を避けるかどうか、岩のだれですよね。まあだったら終わりですね。外れたらワンチャン残る。外れない、終わりました。大さんありがとうございました。ワイドガードはまずなさそうですよね。呪い、やっぱり呪い、地震、岩のだれ、守るっぽいですね、このギガヤス。自分が当たったなんか地震採用のギガイアスの話は聞いたことあるけど、呪いと地震両方積んでるギガイアスに実際にマッチングしたのは初めてかなってところです。ポリゴン2の特防もうちょびっと努力値上げれば相手の最近でメガネ最近で2発耐えたかもしれないけど、そうするとどうなんだろう、防御の努力値が減らさなきゃいけないけどってところだな。今のメガネカップテテクの調整メジャーなのがどうなってるかなんだけど、 HB ベースでメガネ持ってるカップテテクが多いイメージなんだけど、特攻に結構ガンガン咲いてるカップテテクの最中にあったらめっちゃ火力高いから、できれば上から殴り倒したいポケモンですよね。レード戦だね、終わっちゃいましたね、シーズンさん。初手で相手のポリゴン2の毒毒かわすっていう幸運があったから、それをうまく対戦終盤まで生かしてアドバンテージ取り続けていきたかったけどってところだな。状態異常対策として第6世代のダブルとかだったら、東京都の水玉サイレート戦学所に神秘の守り入れるとかラムの実入れるとかあったんですけど、今のルールで神秘の守りとか入れる余裕がほぼほぼないから、状態異常は基本的に食らっちゃうんですよね。フィールドの効果でミストフィールドで状態異常を避けるとか、エレティフィールドで眠り避けるとか、そういう動きができるんだけど、こんなパーティーで例えば眠り後の避けたいからカップコーティングを選出するとか、そういうことができるんだけど、状態異常対策のために神秘の守り入れるのはちょっと過剰というか、そんな余裕がないって感じなんだよね。とメモリゴナあるんだったら絶対コテコ出したいんだけど、そこまでして催眠対策したくないっていうのもある。インディポリゴン2、せっかくや。ギガヤス、これでいきます。ハリテヤマに対してな、ちょっと重くなるな、いつもやっぱり。直近ハリテヤマ、特に。特性厚い脂肪の直近ハリテヤマが重くなる。その戦争は予想外。鉄火鍵に変えながらポリゴン2は毒毒をカビゴン方向に。特性免疫によって毒状態にならないカビゴンもあるんですけど、まあ、まず大戦では使われないのでこれがいいかな。当てた、いける。ただまだ腹太鼓型だった場合がヤバさがあるから、それ注意は。なんでいきなりリサイクル使ってんの。
ウィンディーの炎ゼットでも飛んでくると思ったのかな。ちょっと謎だったけど、今の報道は。でっかくヤドリギをカビゴに打ちながら、ポリゴン2独独をやるユータに。光の壁、まあ、カビゴンは岩Z で飛ばせばいいかな。ギガイエスを出そうと思ってます。トリックルーム貼られたんで。ポリゴン2を残しておく価値あると思うから。でもやれ言ったんでしょ、リフレクターって貼れるのか分からんな。でっかく矢守りながら、そうウィンディを生贄に捧げます。捧げます。采配で殴ってくるんだったらいいんだけど、壁張ってくると厄介だな。最地ジガヤスの方が早いはずだから、トリクルームかでは。耐えたし、これ耐える予定じゃなかったんだけどな。当たる。まあいいや。さすがにカビもこれで毒とヤドリギの波で体力削れるから、岩手で飛ばせるはず。ギガイアスを出します。ヤドリギをやれゆうたん方向しつつ、ギガイアスは岩Z をカビゴに、まあ、もうそんなの打たんでも倒せるぐらいに火力では終わりそうだけど。カビゴン倒す。でもこの後またコータスが出てきそうだから、それどうするか考えなきゃって感じ。対象がいないので再配失敗ですね。天候砂のダメージと毒のダメージと矢継ぎのダメージがやれゆうたに襲いかかります。次コータス来たらワイドガードしながら殴るか、どうするかなんだけど、殴るとか、なんか技を打つか。噴火来る読みで動くのか、火炎放射を打ってくる読みで動くのか。と思ったらハイティアムが来たんだけど。ヤドリギをハリティアムに打ちながら、ギガイアスは、イワナダで。トリクルムターンなのでギガイアスが先制できるはずです。あ、なんで外すのよ。死んだ。この岩投げ外しはマジできつすぎる。半分もいかないぐらい。
防御速防下がってるんで、次ハリケーマンに集中攻撃かければいいかな。ヘビーボンバーと火炎放射ならヘビーボンバーの方が多分ダメージ通るよね。特性根性か厚い脂肪かだけど、これ厚い脂肪かな。根性だったら自分から状態異常になるイメージが強いんだけど、根性ですね。なんで霊媒とか火炎放射で殴っていいかな。ヘビーボンバーとレートビームハリケーンに、落ちるかな。インファイト2回打ってるからな。OK、 落ちた。自分で耐久下げてるもんね、ハリケーン君。チョッキハリテヤマの、厚い脂肪のチョッキハリテヤマの方が自分は苦手かなって感じだけど。ミミキュイッタで、てか、鉄火街とミミキュイッタ絶対鉄火街勝つと思うんで、まず負ける要素はない。あ、これ地味に光のカルスクリームあったから、ワンチャン耐えられたのか、レビ。普通に殴ります。対戦ありがとうございました。呪いリサイクルカビゴに比べるとやっぱり腹太鼓カビゴの方が瞬間的に火力を上げてくるから、イカ様とか採用してない自分のパーティーにとっては腹太鼓カビゴの方が重くなるかなって感じ、やっぱり思いましたね。なんとか勝ったけど怪しい感じがありました。一戦目はやっぱり相手の立ち回りが強くて、初手の毒毒回避を挽回されてやられちゃったなって感じと、ギガイアスの方に驚いたってのがありますけど、二戦目は立ち回りはまあ悪くなかったんだけど、やっぱりカビゴンが重いなってのが改善点かな。というわけで、一勝一敗でした。ここまでご視聴ありがとうございます。サンチウォッチング前ビデオ、CM タイム、バイバイ。また次回の動画や YouTube ライブ、ツイッチ生放送などでお会いしましょう。LINE スタンプの制作も頑張ってますので、応援の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録していただけると今後のモチベーションがありますので、チャンネル登録の方、どうぞよろしくお願いいたします。応援もよろしくいただけると今後のモチベーションにつながりますので、どうぞ応援の方よろしくお願いいたします。ではまた次回。